その大谷選手の豪快なスイングが花絵となって登場しました。縦70メートル、横50メートルのこの巨大な花絵は、およそ3万株のネモフィラとビオラの花が使われています。世羅町の花の駅世羅では春の花祭りが開かれていて、25種類30万株の花が楽しめます。園内には桃色タンポポの花畑やリムナンテスなど、さまざまな花が見ごろとなっています。一番の見どころは大谷翔平選手の花絵になります。テレビの前で元気をもらってると思うんですけど、もう一回花を見て皆さん笑顔になってもらえたらなと思います。春の花祭りは来月26日まで楽しめるということです。